番組 MC を担当します綾美由紀です。よろしくお願いします。着こなしが可愛い。ありがとうございます。今日は青ですということで、この番組はモビルスーツカード3枚パイロットカード3枚で正体を編成して戦う進化系ガンダムカードバトル、ガンダムトライエイジの先取り情報をどこよりも早くあなたにお伝えする番組です。では早速メンバーの自己紹介お願いします。はい、トライエイジ開発担当の中石蓮です。よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも黄色担当の鉄血のオルフェンズ秋広アルトランド役匠康明です。今日もレギュラーサポーターとして頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっとサラダさんはお休みなんですけれども、赤黄色青の信号機からで3人で賑やかにお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さてさて、9月の27日にオペレーションエース3弾稼働しておりますが、やってみてどうですか。もうなんといってもコストバトルが最高でしょう。あー、よかったよかった、そう言ってもらえて。もうね、いろんなカードを使えるこの広がりある戦略が楽しめるこういうルールずっと待ってたから、本当にありがとうございます。いや、ありがとうございます。いや、これからもだからそういうのを期待してますからね、本当に。そうですね、皆さん楽しんでいただけるものを作っていきますので、よろしくお願いします。過去どんなカードがあったのかなっていうのね、いろんな人の情報を見てもね。そうですね、公式ホームページで大会の優勝者、準優勝者の情報を見れたりもするんで、結構データ見たりするんですけど、いろんなカードやっぱみんな使ってるんですよ。そうですよね、そういうの結構見てて面白いですしね、なんか数値とかを改めて昔のねカードを見て、その古文だったりレアだったり、ちょっとした差をね、どっちが有利よりなるんだろうとか、もうそういうのがね楽しい。めっちゃカードゲームじゃないですか。めっちゃカードあるなって。別にそんなめっちゃ好きそん好きみんな大好きです、トライエイジが。そしてね、今回もバトル、いろんなコツ聞いていきたいなって思うんですけれども、今回、最新情報もちろんありますよね。ねえ、お持ちさせていただきましたよ。出た出た。なんでちょっと優しくなるんだろうはい、ということでですね、今回は、11月29日に、稼働が決定いたしましたオペレーションエース4弾。おー、4弾早いね。4弾の情報、仕事が早い。ありがとうございます。だからやらしいやらしい4弾の情報持ってまいりましたので、ぜひとも紹介させていただければと思います。新たな情報とともにバトルもどうぞお楽しみに。お楽しみに。それでは最後までぜひご覧ください。よろしくお願いします。先取りトライエイジ、先取り先取り、お願いしますよ。トライエイジの最新情報をお伝えしていくコーナーです。今回はどんな情報を教えてもらえるんですか。はい、今日はですね、11月29日に稼働になりますオペレーションエース4弾の情報を持ってまいりましたので、今日情報めちゃくちゃ多いですからね、ご期待いただければと思います。楽しみ楽しみ。じゃあ早速情報の方を紹介していければと思います。お願いします。はい、まずはこちら。はい、今回はですね、機動戦士ガンダムナラティブと新世紀ガンダム X のですね、特集の方をいたします。はい、ナラティブの方は、11月30日に、公開になりますので、商品稼働の、翌日から、公開の作品になっておりますので、乞うご期待でお願いいたします。本当に先取りですね。めちゃくちゃ確かに先取ってますよ。先取ってますね。1日だけ確かに大事ですよ、先取ってることは、ね。はい、そしてじゃあ、新規参戦機体の方を、紹介していければと思います。今言ったように、機動戦士ガンダムナラティブのですね、機体を、今回から参戦いたしますので、ナラティブガンダム A 装備ですね、こちらの方が、この段から参戦いたします。そしてパイロットのヨナバシュタの方も、参戦いたしますので、どんな活躍をするのか、乞うご期待というところで、トライエイジでも、もちろん活躍いたしますので、楽しみにしていただければと思います。そして続いてはこちらですね、フェネックスですね。もともとのフェネックスはトライエイジに入っていたんですが、このナラティブバージョンのフェネックスが、今回新規参戦ということで、好感を言いたくなるよね。そう、モデルも新しく作っておりますので、ご期待いただければと思います。そしてですね、こちらですね、シナンジュ夫妻ですね。こちら物語の、こちらの機体は物語の鍵を、握るような機体になっておりますので、こちらと、パイロットのゾルタンアッカネンですね、こちらの方も、新規参戦していきます。ナラティブ非常に、期待入ってきますので、皆様
乞うご期待というところでよろしくお願いいたします。公開される前にね、こうやってもうすでに新規参戦ってね、はい、トライエージもガンガン最新を取り込んでいきますね。トライエージっぽいこの新しい期待はすぐ取り入れるというところがトライエージのいいところですので、はい、乞うご期待でよろしくお願いいたします、はい、そしてですね、ナラティブだけではなくて、ガンダム X の期待の方を紹介させていただければと思います。はい、まずはこちらですね、ガンダム WX の G ファルコン装備ですね。 WX 自体は入ったんですけど、 G ファルコン装備として、新たに参戦をいたします。はい、細かいな、イラスト、そう、めちゃくちゃ細くてかっこいいですよね。そしてですね、パイロットの方も、新たに、まあ、G ファルコン装備というところで、ガロードランと、パーラシスのダブルパイロットですね。出ました、ダブルパイロット。ダブルパイロット、ダブルパイロット、ダブルパイロットは、まあ、強いという、強いですね、はい、適切ございますので、カードの方もご期待いただければと思います、スキルもね、多分2つですよね。そうですね、はい、どんな内容なんですか、スキルは。まあ、まだ言えないって危ないですから、言っちゃいますから、そういうの、はい、一押しでということで、まあ、G ファルコン装備入ったんですが、さらに、こんな機体も、入っております、G ファルコン。あ、なるほどなるほど、はい、モビルスーツじゃなくないですか。モビルアーマーでもございません、トライ史上初の戦闘機が、初ですか。初です。え、全部のシリーズの中で今回初めて戦闘機が。あ、そうです、そうです、出た。トライエージの中に戦闘機はいなかったんですが、今回初めて G ファルコンが、 G ファルコンが、うわ、登場したと。すげー、はい、まあ、ゲームの中でも、ね、戦闘機ってどうやって戦うんだみたいなところを、確かに、はい、ちょっと楽しみにしていただければ。楽しみです。必殺技とかもね。そうですよ。へえ。どんなアビリティ持ってんだろうとか。確かに。そう、ちょっと楽しみにしていただければと思います。へえ。はい。そしてパイロットですね。パイロットに関しては、ガロードはいないんですが、パーラシスも単体で、カード化の予定になっておりますので、乞うご期待でよろしくお願いいたします。楽しみ。はい。そして X、 これだけじゃないんですよ。うん、はい。こちらですね、ガンダムエアマスター。はい、こちらの方も、参戦いたします、うん、そしてパイロットのウィッツ2も、ね、参戦いたしますから、まあ、非常にです、ね、楽しみにしていただければと思います、はい、そしてこちらですね、まだございますよ、ガンダムレオパルド、ガンダムレオパルドと、ロアビーエロナちょっと待って、ちょっと待ってください、何がおかしいですか。なんかカムシイントネーションもおかしいし、いやいや気にしてないかったから、聞いてるこっちも必死に見てるから言ってて、ね、失礼しました、ね、失礼しました、はい、ガンダムです、ガンダムレオパルドですね、はい、ガンダムレオパルドとロアビーロイが、参戦いたします。はい、重火器を使う機体になっておりますので、どんな BT がやっぱり SE 痛くなります実装されるのかなみたいなところを楽しみにしていただければと、ね、いや、そうなんですよね、かっこいいですよね、あんな顔してみたいわそうそう、ぜひ髪伸ばしてこうやってこうやってはい、ということで X の参戦機体に関しては以上となります。そしてですね、こちら、ナラティブでも X でもないんですが、08招待からですね、ジムヘッド、お、すごい、ありがとうございます、拍手が、08招待大好きです。あ、そう、そうなんですよ、はい、これ EC8 とか陸戦型ガンダムは入ってたんですけど、ジムヘッドは今まで入ってなかったんですよ、で今回新たにジムヘッドを、まあ、入れることで、もう一回08招待のデッキを皆さんに組んでいただこうというような、はい、ところになっております。まあ、こちらに非常に、強いカードになっておりますので、こちらのカード内容の方、もう少々お待ちいただければと思います。はい、カレンの方はね、もともと入っておりますが、こちらの方も強いカードで収録予定になっております。なるほど、はい、新規参戦機体の紹介に関しては以上になるんですが、なるほど、ちょっと今日はですね、まあ、いつもより情報多めと言いましたよ、ね、そうですよ、はい、うん、カードの方もじゃんじゃん今日はもう公開していこう、やったー、はい、もういきなり、はい、公開していこうと思います、はい、まずはですね、ナラティブからこちらのカードですね、うん、はい、まずナラティブガンダム A 装備とヨナバシュタの紹介をさせていただければと思います。さっき参戦告知をしたのにもう、ね、機体のカードを、はい、紹介させていただければと思っておりますが、ヨナの背景に映ってますね。そうなんですよ、ヨナの背景にこれ A 装備が映ってますからね、はい、まずですね、この A 装備、ナラティブガンダムの A 装備は突撃をもって、収録をしております。はい、まあ、非常にスピードが速い機体になっておりますので、まあ、突撃と組み合わせて遊んでいただければと思います、はい、そしてですね、このカードエースのマークがついておりますが、ます、ね、エース効果はですね、ラウンド1からずっと相手の、相手全員のスピードを、マイナス1000するという、エース効果になっておりますので、下げるんだ、そうですね、相手のスピードを下げることで突撃のダメージをより高くする、なるほど、はい、内容になっております。はい、めちゃくちゃこちらですね突撃に、相性のいいパイロットとして、ヨナバシュタの方もカード紹介させていただければと思います、はいはいはい、こちらの方はですね、スピードバーストを持っているんですが、ね、はい、
パイロットスキルはですね、攻撃を受けた時クリティカルを無効にし、ダメージを 30% に軽減する、30% 軽減ではなく 30% に軽減する、それは大きな差ですね。めちゃくちゃ減らしてくれるので、まあ、結構あのスピードが速い機体って倒しきれなかったですね、先行を取られると撃破されちゃうことが、そうなんです、結構ね、すぐ死んじゃうってこともね、そう、あるんで、まあ、そこはこのヨナのパイロットスキルを使って、うまく生き残ってもらうというところ、なるほど、はい、できるような組み合わせになっております。そしてヨナもエース効果を持っておりましてね、ラウンド2からずっとアタックスピードがプラス700というエース効果を持っております。なるほど、はい、ラウンド2からはだからアタックとスピードが上がるので、まあ、より突撃のダメージがアップするような、そうですね、はい、内容になっております。ガンガンスピードが速くなりますね。そうなんですよ。そしてですね、必殺技コストも5なので、まあ、非常にあの必殺技打ちやすくなっておりますので、ガンガン必殺技打っていただければと思います。はい、そして、続いてですね、こちらのカード紹介していければと思います。はい、はい、フェネックスのデストロイモード、ナラティブバージョンですね。ナラティブバージョン、はい、うん、こちらですね、マッキン金のカードになっているんですが、はい、あのスピード共鳴スピードバーストを持っているカードになっております。ただこの HP だったりアタック、スピードバランスよく高いカードになっておりますの で、はい、まあ、非常にですね、応用の効くようなカードになっております。で、共鳴スピードバーストっていうのは、ずっと、まあ、バーストが成功、スピードバーストが成功すると、はい、ずっとスピードがアップし、さらに相手の反撃系アビリティを封じることができます。反撃とか、まあ、ああいうアビリティを封じることができますので、まあ、相手に、ね、最近多いこの反撃みたいなアビリティを封じるためにこの攻撃スピードバーストを使って、スピードバースト大成功すれば相手に反撃されることなく、安心して攻撃ができます。いいデッキに入れたい、はい、全部安定してます ね、 そうですね、数値も安定してるし、そう何かをやられることが極力ね、そうなんですよ、全体的にやっぱり活躍しやすい、機体の構成になっております。まあ、スピードバーストでさっき紹介したのヨナバシとか乗っけてもいいですね。そうか、そうですね、はいはいはい、まあ、反撃を封じつつ、しかも相手のダメージも減らすことができるみたいな、そういう遊び方もできます。はい、そしてまだまだございますよ、はい、こちら、ナラティブのカードどんどん公開していきます。ありがとうございます。はい、シナンジュスタインですね、まあ、さっきスピードバーストで、共鳴スピードバーストで封じることができるといったこの反撃のアビリティを持っております、ただ、まあ、スピードバーストで封じることができますが、非常に強力なアビリティ、反撃ですね。はい、パラメーターの方もアタックが高めになっておりますので、まあ、相手の攻撃をしっかりかわして反撃で相手を仕留めるみたいな、そんな動きができる機体になっております。はい、じゃあさっきの天敵って感じですね。そうですね、結構フェネックスは、シナンジュスタインの天敵かもしれないですね。ただですね、まあ、このシナンジュスタイン、エース効果が非常に強くて、ラウンド1のみ相手全員ディフェンスバーストを封じることができます。あー、来た、これめちゃくちゃ厄介ですよ。来た、封じる系は本当に厄介、厄介ですね。これ1ラウンド目からしかも封じてくるので。あ、そっか、1ラウンドから、あ、ごめんなさい、1ラウンドのみですね、失礼しました。はい、もうそれがずっとだったらもうゾッとする1ラウンドのみ相手のディフェンスバーストを封じることができますので、まあ、相手の先手必勝というかね、そうですね、いきなり相手のやっぱ戦術を崩すことができるカードになっております。反撃もできるしね、はい、そうなんですよ、すごいな。はい、そしてパイロットのカードですね、ソルタンアッカレン、こちらに関してはアタックバーストを持っておりまして、はいはい、高校の時、ずっとアタックが 30% 増加し、クリティカルが発生するというパイロットスキルを持っています。なるほど、はい、なんで、まあ、相手の攻撃をしっかりかわして、攻撃するもよし、相手の攻撃を耐えてですね、まあ、ゾルタンでこのパイロットスキルを発動させて、攻撃するもよしという非常に、まあ、攻撃的なカードになっておりますので、ぜひとも使っていただければと思います。すごいな。はい、そしてエース効果は最終ラウンドに追加ダメージプラス2500という、さらに攻撃する、はい、さらに攻撃力を上げるようなあ、そう、はい、カードになっておりますので、まあ、エースバトルとかで結構活躍しやすいかもしれないですね。確かにそうですね、最後の最後でね、そうですね、追加ダメージっていうのは結構相手のエースにダメージ取りやすくなっておりますので、まあ、そういった意味でも、非常に活躍しやすいカードなんじゃないかなと思います。確かに、はい、ということで、08招待の、カードの方も紹介していければと思います。はい、お、08招待好きが震えております震えてんだ早く見たい。はい、こちらになります。はい、はい、まずはガンダム EG8 ですね、P レアで、収録になっております。はい、はい、なかなかこの見ない招待必殺というアビリティを、そうです、はい、持っております。こちらはですね、どういう、まあ、アビリティかというと、はいはい、G パワーがですね、マックスの時にですね、指定のこの小隊、まあ、今回言うと EG8 と陸戦型ガンダム、はい、そしてジムヘッドが揃っていると、この小隊必殺を使うことができます。1回だけ、そうですね、あ、1回だけ使うことが、自分が狙って使うことができます。どのモビルスーツと一緒だったらできるって書いてあるんですか？そうですね、カードのこの、 あの、アビリティの上に今3機のアイコンが入っていると思うんですけど、はいはい、この3機が揃っているとこの小隊必殺っていうの
を使うことができて、まあ、ここでしか見ることもできない熱い演出と非常に強力な必殺技を3機で繰り出すことができますので、あらら、はい、それはもう見たいじゃないですか。胸熱なこの必殺技っていうのが決めることができるカードがこの EG8 なんですよ。力入れちゃった、はい、演出に。これは強いですよ、はい、そしてエース効果はですね、ラウンド1からずっと仲間全員のアタックスピード必殺技、この3つがですねプラス1500というエース効果を持っておりますので、はい、まあ、小隊長として、この EG8 がですね活躍できること間違いなしとなっております。すごだな、はい、そしてこの横にあるカードですね、白アマダンと黄色ジタ、こちらもですね実はこの2人の組み合わせっていうのは新規参戦のカードになっているんですが、なるほど、はい、こちらですねパイロットスキルは短期でロックオンした時ずっとアタックスピードが 20% 増加する、はい、そしてラウンド2に G パワープラス4というパイロットスキルを持っております。最近このGパワーも上げるっていうのもねちょっとずつ増えてきましたね。そうですね、エース効果でもラウンド2に G パワープラス4することができますので、すごい。なんで、まあ、エースに設定してると2ラウンド目に G パワープラス8されます、はい、すごいですね。なんでこの招待必殺がより決めやすくなってるデザインになっております。そこまでして演出を見せたいなんとしても見せたいという皆さんに08デッキを組んでほしい。ぜひとも作り手の意見がすごい、主張がちょっとすごい、まあ、いろんなね08のカードありますので昔のカードと組み合わせてもらってもいいので、確かに、はい、遊んでいただければと思います。ファンの人ももう絶対使うべきですね。そうですね、はい、ぜひともデッキ組んでいただければと思います。はい、まあ、先ほど紹介したあの08招待のジムヘッド、こちらのカード紹介させていただければと思います。はい、お願いします。はい、ジムヘッドですね、ちょっと見慣れない、アビリティが書いてあるかと思います、はい、強撃と書いてある、強撃、強撃、はい、強撃共に攻撃、うん、そうですねこちら、後ほど、新しいアビリティとして、紹介をさせていただければと思いますが、じゃあ今回初の、そうですね、はい、この4段から収録になったアビリティになっております、なるほど、はい、相当強力なんでしょうね。いやこれ強いですよ、これは強い、要チェック、これ強いアビリティなんで、ちょっと後ほどの詳細を説明いたしますが、はい、HP が非常に高い、カードになっておりまして、はい、必殺技コストは4と必殺技が打ちやすいような、はい、カードになっております、うん、そしてパイロットのですねカレン・ジョシュアは、ラウンド2に、G パワーがプラス4、そして仲間全員の HP、1500回復といったような、あ、はい、地味にこの HP 回復、これはね効いてきますよ、はい、なんだよね、どの対戦ルールでもやっぱり生きてくる、パイロットスキル、自分のスキルで、まあ、ジムヘッドだったら打てるってことですね。あ、そうですね、はい、そうですね、G パワー溜まるので必殺技が打ちやすくもなっております、うんうんうん、はい、ただですねやっぱこの強撃の強撃、はい、アビリティ気になると思いますので、うん、はい、紹介の方させていただければ、ありがとうございます、はい、こちらですね、後ほどっていうから結構後かと思ったすぐ来たよかった、うんうん、気になってたんです、はい、こちらの強撃はですね1対1でバトルするときに一定確率で発動するんですが、うん、味方機が、アシストとして、うん、バトルに参加してくれるというようなアビリティになっております。別にアシストを選択しなくてってことですね、はい、このジムヘッド、まあ、強撃を持っている、はい、モビルスーツが一気で攻撃をしたときに、うん、まあ、一定確率で発動します。なるほど、ちょっとトライブレイズに近い感じの、ね、はい、イメージで考えてもらえればと思いますが、攻撃を持つモビルスーツが攻撃をすると、うん、まあ、残り2機ですね、うん、どちらかの機体もしくは両機ですね、2機が、戦場に駆けつけて攻撃をしてくれるという、あ、それは何ですか、ランダムなんですか。ランダムです、そうですね、一定確率です。どの1機かもわからないし、2機かもしれないし、あ、そうです、そうです、あ、なるほど、なるほど、うん、そうか、そうか、そうですね、なんで、まあ、ここはどこか、どの機体が何機出てくるかみたいなところも面白いポイントでございますね、うん、確かに誰がアシストしてくれるのかによってもだいぶ変わってきそうですね、うん、そうですね、2機で来た方がやっぱり攻撃もたくさん、あ、そうですね、ダメージは多くなります、あ、ですよね、はい、あ、なるほど、なるほど、味方を率いて、まあ、強力な攻撃をすることができるのがこの新しいアビリティ、強撃です。共に打つと、そうですね、共に打つ攻撃になっております。はい、はい、まあ、08招待デッキとか組んでね、この強撃使ってもらうと、うん、あー、いいですね、EG8 と陸戦型ガンダムとこのジムヘッドで競技ができるみたいな、はい、はい、そうだね、はい、地上戦で、そうですね、ぜひともやっていただければと、はい、はい、思います。うん、はい、そしてですね、まあ、今新しいアビリティの方を紹介いたしましたが、はい、それだけじゃなくてですね、うん、まあ、この段、新しいイグニッションカード登場いたします。ついに久々に来ますか。はい、新しい、イグニッションカードが登場いたします。はい、はい、こちら必殺制圧という、制圧、はい、4枚目の、4枚目のイグニッションカードですね、うん、これ非常にまあ強力で、どういう制圧制圧制圧イメージこうだけど、イメージこうですね、うん、どうでしょうかそれは。はい、でも内容も非常に今やっていただいたように近くて、本当ですか。はい、まずはですね、
相手の先行を取られた時に発動ができます。ほう、はい、うんうん、まあ、ラウンドは決まってるんですけど、相手に先行を取られた時に発動ができてですね、うん、ここまでは強襲と一緒のパターン。そうですね、必殺強襲に似ていて、相手の必、先行を奪うことができて、うん、まあ、必殺技で攻撃することができます、はい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 、ここまでは必殺強襲に非常に似てるんですけど、うん、この必殺やつ何がすごいかというと、はい、さらに相手の攻撃を封印することができるんですね。わー、ありがとうございますいやそこが必殺強襲のちょっと弱点というかね、まあ、そうですね、うん、先行は取れるんですけどやっぱダメージが少し少ないし、ね、倒しきれないみたいなところが、うん、でしかもさらに攻撃食らうし、うん、みたいなところが ね、 せっかく出せたのに、そうなのよ、倒されちゃうみたいなのがあったんですけど、うん、その必殺制圧は相手の攻撃を封印することができるので、いやこれはすごいお守りとしてるのね。あ、そうですね、すごく、うん、はい、倒しきれなくても相手の攻撃を封じるだけでもね、そうよくやった、そうパイロットスキル出すこともなく、うん、攻撃されることもなく撃破されることもなく、いやこれやばいじゃないですか、これめちゃくちゃ相手の戦略を打ち崩すことができるんで、そうですね、これ出されるとあの相手は相当嫌だと思いますよ。なるほどね、まあ、やっぱゲームに1回しか使えないんでね、どこで使うかっていうのはもちろん大事なんですけど、まあ、そうなんですよね、はい、決まれば非常に強いカードになっております。うん、だって先行取られた時なんか絶対どこかではね、あ、そうですね、あるから、はい、うん、そうなんですよ、これはいいですね、これはすごい多分あの大会でも皆さん使いたくなるようなカードなんじゃないかなと。いや、そうでしょう、はい、制圧するでしょうね、いや、これ絶対これは使いたくなるようなカードなんじゃないかな、はい、そしてですね、この必殺制圧の、カードが登場したということで、まあ、今回の段で、キャンペーンの方でですね、皆さんにこの必殺制圧のカードを手に入れていただきたくなるような、うん、手に入れていただきやすくなるような、うん、はい、キャンペーンの方を実施しております、はいはいはい、必殺制圧キャンペーンとしてですね、うん、新たに5枚、イグニッションカード必殺制圧を、うん、収録しております。 ありがとうございます、はい、まあ、今回特集している X からですね、ダブル X の、カードであったり、はい、ビルドダイバーズのねイグニッションカード初めて収録していただいてですね、はい、ラインナップ的にも、いいカードが入っておりますので、ぜひとも手に入れていただければと思います。いや、これは必ずゲットしてほしいですね、はい、まあ、いろんなあの発動ラウンドのあるカードなので、まあ、全部手に入れていただいて、うん、バトルごとにどういうカードを使おうかなみたいな。そうですよね、そうですよね、どのラウンドに出すかっていうのも結構このカードは 1,2,3 どのラウンドも使えると思うので、うん、はい、戦略だな結構これは使いどころ難しいと思いますよ、はい、はい、そしてですね、まあ、今回キャンペーンもう一つございます、はい、何ですか、はい、こちらですね、うん、はい、仮面の男キャンペーン。仮面の男、はい、いや、よくいろいろ思いつきますねそれ仮面の男の人たちが集合してるんですか。あ、そうですそうです、今画面出てると思うんですけど、これですよね、はい、トライエージ、まあ、ガンダムに入っている、ね、絵が面白いまず集まりましたね、だいぶ謎が強い謎の感じが出すぎちょっとした社交会です。そうだね、パーティーだね、仮面舞踏会みたいな、はい、こちらですね、まあ、仮面の男がデザインされたパイロットカードになっております、はい、まあ、いろんなあの仮面の男いるんですが、まあ、トライエージに入っているこの仮面の男をカード化して、うん、今回キャンペーンとして、収録をしています。ただね、うん、このビジュアルが面白いカードだけじゃないですか、面白すぎますよ、なんですか、そこはかとなくみんなこう、うん、いいとこ育ち感が出ますよね、ちょっとお坊ちゃん感とかね、決めポーズを撮ってる感じが、シリーズに一人だから目立てるのにみんながみんな何これって大渋滞ですね、確かに渋滞ちょっと起こしてます、そうですね、いやでもこれちょっと全部集めて並べたら面白いですよね確かに、結構いつものパイロットカードと違って特別なデザインになってるんで、結構コレクタブルな仕様になってるんで、はい、使うデッキのパイロット全部仮面の男とか、仮面の男デッキとかもできるから、あ、そうですね、はい、うん、面白そう、そうですよ、でこれ結局、俺ツボかもしれないどの仮面の男になりたいんですか、ね、これは面白い、並べると結構笑えてきますね、うん、面白い、そうなんですよ、これでも笑えるだけじゃなくて強くて本当に、うん、専用機に乗っけるとですね、通常は専用機ボーナスっていうのがあるんですけど、はいはい、この仮面の男キャンペーンのカードっていうのは専用機に乗っかると専用機ボーナスがなんと3倍もらえる、非常に強い、全員ですか、シャアだけじゃなく全員です、全員3倍もらえます、ビダールも、ビダールも3倍もらえますずるいな、ビダール、意外とこのコストバトルとかで、はい、キャンペーンカードはコスト3なんですけど、うん、コスト3以上の働きをする可能性がありますよね、だって3倍だもんね、そうずるいな、しかもパイロットスキルもみんな強いものになってますので、いや、てかそもそも普通に考えて仮面の男って普通強いじゃないですか、はい、あ、そうですいい、いい、ね、キャラクターだから、そうそうそう、もちろん強いですよ、うん、
なんですけど、さらに専用機ボーナスをもらえるといったような。なるほど。そしてですね、こう必殺技を打った時に、うん、このキャンペーンの仮面の男のもう演出が入るような、仕掛けも入れておりますので。ちょっとずるくないですか？仮面を取る？取らない、取らないです。それは言ってきます。取らないです。もう一回つける。仮面の男キャンペーンの仕様で取るっていう演出。せっかくつけて。つけたキャンペーン。つけてきたのに。いやダメだ。ここの紹介一番時間取ったわ。確かに。はい、うん、ね、はい、ということでこのキャンペーンの演出を見ることができますので、うん、ぜひとも使ってほしいですね。打ってみていただければと思います。楽しみたいです。はい、ということでオペレーションエース4弾の最新情報以上となります。はい、結構情報盛り盛りでしたが、今回盛りだくさんの情報ありましたけど、ツッコミどころもあったっていう。確かに面倒とか新しいカードいっぱい見せてもらったので、やっぱバトル早くやりたいなって思うんですけど。確かにバトルしたいですね、うん、はい、もう早速使いたいよね。使いたいです、うん、新しいカード使いたいです。発表しましょう。やった。じゃあどんなバトルにしますか？じゃあ今回は、うん、僕とあやむさんでバトルしましょう。こんだけテンション高いですから。そうですね、もうぜひとも使っていただければと。僕は見てますよ、温かく温かく生温かく生温かく冷ややかではないですが、確かにですね。そうそうそう、はい、ということでこの今回はですね、じゃあこの機動戦士、ナラティブガンダムナラティブのカードと、まあ、さっき紹介した08招待のカードをデッキを組んできましたので、こちらでバトルをしていければと思います。はい、それでは筐体に移動しましょう。ガンダムトライエージット待ってました。うん、さあそれでは中井さん対私あやみの対戦となります。はい、まずは中井さんのデッキ教えてください。はい、僕のデッキがですね、今回ピーディアに収録になりましたガンダム EG8 とですね、うん、こちらですね、新しく登場した、陸戦型ガンダムジムヘッドですね、はい、新しいアビリティ強撃を、収録して、うん、まあ、実装されているこのカードとですね、陸戦型ガンダムの、08招待デッキを作ってきましたので、うん、こちらで、バトルに挑みたいと思います。懐かしさもあるんです。そうですね、はい。はい、では、一方私あやみのデッキなんですけど、はいはい、私はガンダムナラティブデッキにしました。最新作ですね。はい、ナラティブガンダムの A 装備に、シナンジュスタイン、うん、そしてフェネックスのナラティブのバージョンでございます。うんうん、さらにパイロットはヨナバシタ、ゾルタンアッカネン、あとカテジナルースを、うんうんうん、はい、あのナラティブではないんですけれども乗せたいと思います。うん、はい、そしてイグニッションカードはこちらでございます。なるほど、出したい、出したいです。うん、出そうよ。出しましょう。出して勝ちたいぞ。うん、ということで頑張ってまいりたいと思います。はい、出しやすいあのカードだから。そうですね、はい、使いやすいかと思いますので、皆さんもぜひ使ってください。はい、やってないけど頑張ります、これから頑張ります。いではいきますよ、ガンダムトライエージ出ます。はい、今回対戦 IC カード使いますので、 IC カード入れてください。もうね、 IC カードのない対戦なんて僕はできないアビリティレベルがね、意外とこう低い服から出ないと。本当にね、なんで前なしでやってたんだって。本当ですよね。うん、はい、じゃあ今回対戦ルールチームバトルで対戦したいと思います。はい、先に相手の機体を3機撃破すれば勝利ですね。うん、バトルの仕方もね、今3つありますからね。そうですね、だいぶ変わりましたよね。うん、地上、地上はまあまあね、地上はあれですよ、ゼロ八招待、あ、そうだ、しまった、ゼロ八相性いいですよ、これ強いぞ。いや、しまったってほどでもないよ。いや、もうあのゼロ八好きとしては、いやいやいや、ゼロ八やっぱ地上での活躍がすごいですから ね、こっちは最新だから大丈夫だよ。なんたったって、ナラティブ、ナラティブ、はい、イグニッションカードのスキャン完了です。いいよ。イグニッションエースとして出場する。どうしようかな。このカードを使っていきます。このモビルスーツを、よし、これにします。うん、さあ、こっちはすごいもう作品で、まあ、デッキ組んでるんで絆カウンター出やすいですからね。そこも気をつけてくださいよ。さあ、そしてエースはこれにしてみます。まあこれですかね。うん、いいじゃない、これで SS、うん、うん、いきましょう。じゃあこれで行こうと思います。はい、ずっと対戦相手待ってるよ。あ、そうそう。ゆっくりしちゃいましょう。
でも絆カウンターって結構僕ら対戦してますけど、そうですね、そんなね、確かにトライジャンでなかなか出ることないですよね。だからないんじゃないですかね。なかなか記憶にね。確かに、うん、これ今日ついに出るかもしれないですよ。おやおやっていう壮大な振り壮大な振りがおー、なかい、うん、大佐め大佐め早め大佐連邦のエース、おー頑張れ、頑張ります。ナラティブで打ち砕いてやれ、打ち砕いてやるんだから。さあどっちが先行だ。どっちじゃ、うん、よしよし発動した前、スピードダウン、まずはね、こっちもエース効果使いますよ。バックスピード必殺技アップ、せっかく下げたのに上がっちゃいましたね。攻撃、お、防御フェイズ、いいよ、もう1ラウンドでやっちゃってもいいよ。いいんですか、やっちゃやっちゃ、どうしようかな、じゃあ、じゃあ、よし、え、3期当て、いくね、もう押しちゃいましたよ僕、まさかの3期当て、こうするしてやるんだ。ああ、まず最初はね、まあ、まあそうですよね、失敗がないのはね、うん、そうですね、うん、でしょう、エース装備できましたね。はい、これはお互いエース機の戦いですね。はい、スピード勝てるか、いけ、あ、これはミスった声が、おお、やった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 、ギリギリ、やった、ギリギリ突撃、ただあんまスピード差ないですからね、ダメージは少ないですよ。そうですね、いやでも、あ、でもディフェンスバーストがある。本当だ、オッケーオッケー、はい、来た、一個一個確実にいこう。さあ、ディフェンスバーストですよ、はい、ここは我慢しますよ。あ、さすが、ラストエールは使わず、うんうんうん、まあしょうがない、まあそうですね、アビリティが出ただけ良しとしないと。そうしましょう、なんじゃ、オッケー、よし、まずまず、うん、よしよしよし、合いますね、うん、さあいいね、派手じゃない戦いでいいね、うん、これはスピード先行というか、うん、頑張って。さあこの陸戦ガンダムは、うん、陸戦型ガンダムトライブレイズ持ってますからね。あ、トライブレイズ出たらこれはチャンスありですよ。圧倒的スピードお、あ、早速いきなり来たか、うん、あ、まあ一気ね、うん、出るか出るか出るか、はいはいはい、もうジミヘッド来てくれましたね、うん、この絵がいいよね。そうですね、うん、はい、あ、ステラスもアップですよ。いやいいな、いいなうわー、これは決まりました、ね、トライブレイズやっぱ強いですからね。強いのは知ってるけど、なんだっめっちゃ強い。そうです、クリティカルでしたからね今。めっちゃ強い。さすが地上戦に強いだけは。そう、地上戦今有利ですよ僕。さあ。フェネックスですからね。うん、ここはスピードバーストで行こうよ。行こうよ。よし、行こうよ。素晴らしい。大成功。素晴らしい。うわあ。まあ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 。我慢、うん。出ました今日ね。透明スピードバースト。はいはいはい、スピードアップしましたよ。素晴らしい素晴らしい。おじゃおじゃい、マッキンキンですね、追加ダメージプラス、追加ダメージ、そうなんですよ、カテジナのパイロットスキルですね、うん、輝いてるわ。さあここ耐えることができるか、素晴らしい、パーフェクト、さあ、お、耐えた、耐えるな、お、攻撃出ましたよ早速新しいアビリティ攻撃出ますよ、やばい、これで味方がバトルに、お、今度は陸戦が、いや、いいな、肉眼来ましたね。ちょっと番組のこと考えすぎじゃない本当ですよ、いいですよこの演出うわー、あー、いいぞいきなり、これはもういいじゃん、もういいじゃん大丈夫、もう倒したじゃんいやいやいや、すごいな、ああ腰ぐらい慈悲をうわ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 ギャーいやーうわーそんな無理じゃろ
どこまでもどこまでもバカにして。ほんまよ。こっちはまだ一気も倒してないんだぞ。そうだそうだ。ちょっといいとこ見せよ。いいとこ見せよ。いい感じで決まってましたね。あの映画公開に向けていいとこ見せよ。いいモビルスーツです。はい。お、そうですよ。ここから。そうだよ。ここからでございますから。うん、任してください。はい、盛り上げるためですから。はい、発動いたしますわ。発動しちゃう。発動しちゃうよ。相手使わないですよ。こっちはそんな余裕ないんだから。はい。ね。お、アタック30パスダウン。もう一気も俺らは倒されないよ。そうですよ。何？さあ、G パワー。回復？待ってください。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。待ってくださいよ。さあ、こっちも G パワーがガンガン溜まっておりますが。ハンデをくださいよ。あ、招待兄さん。さあ、G パワーがマックスなので、EJ の招待兄さんが使えます。ゆえのやつや。笑うしかねえ。どうしましょう。しかもこっちはね、防御フェーズですからね。諦めるな。返り討ち、返り討ち。どうしよう。でもこっち一気倒されたら俺だから。一気倒されたら俺だからね。万が一でも、うん、いや、しょうがないよそれは。しょうがないよそれは。お願いします、お願いします、お願いします。全部使っちゃうかな。お願いします、お願いします。まあ、しょうがない、しょうがない。諦めない諦めない。さあ、そっか、がむしゃらの指示、ね。さあ、パルクスキー出ましたよ。早いな。早い。スピード早いな。ディフェンスバーストながらスピードが速いっていうのも一個特徴ですからね。さあ、そして交代しますよ。かっこいい。めっちゃ走ってくる。何これ。さあ、ジムヘッドバージョンの招待必殺はここから。ちょ、演出力入りすぎじゃない。かっこいい。見入っちゃう、見入っちゃう。これを見せたかった。超いいじゃん、これ。うん、待て待て待て。おお。さあ、ダメージがどのくらい入るか。倒した。くー、早かった。思ったより決まっちゃいましたね。本当本当、どういうことだですよ。本当に本当に、それは私が聞きたいところです。いやー、ストレートか。びっくりするぐらいうまくいっちゃいましたね。3対0で中石伝さんの勝利です。もうこれは本当に初手からそうね、ちょっとそうですね、こっちのアビリティがやっぱうまく出すぎちゃったっていうのも、だトライブレイズも出るし、はい、っていうか全部出たんじゃないですか。そうなんですよ、全部アビリティ使いましたね。確かにこちらがこう何かをする隙があんまりなかったような。そうですね、うまくこうやっぱトライブレイズと強撃が出ちゃったのが、まあ、強撃超強いっすね。強撃強いですよ。私も強撃使いたい。ぜひぜひ次のバトルで使いましょう。いやでもね、あの強撃の素晴らしさ、そしてね、招待で戦う時の招待必殺、そうですね、改めてちょっとかっこいいなって思いました。なんか絆カウンターどのこうのって言ってたのが恥ずかしいな。はい、あ、精進したいと思います。ありがとうございました。お送りしてきましたトライエイジチャンネル、お別れの時間近づいてきましたが、はい、バトル、うん、負けちゃいました。いやー、まいどんまい、決まっちゃいましたね。強撃、そうですね、すごいですね。あれ強いんですよ、出しちゃうもんね。出しちゃうんです。結構うまく出ましたね、強撃もトライブレイズも。、ね、なんか仕込めたりできるんじゃない。やっぱ開発の人だから。してない、そんなに勝ちたい。でもね、招待必殺、はいはい、いや、かっこよかったですね。なかなかやっぱ昔の、アビリティなんて見ることなかったと思うんですけど、今の時代にこう蘇ると意外とこう強いし、かっこいいみたいな。確かに演出がね、すごかったし、でも僕がちょっと腑に落ちないのは、あんなに好きって言ってるあやみちゃんに使わせないとこね。そうなんですよ。ね、ゆうち08のね、うん、
デッキ。でも私もナラティブもかっこよくて全部好きなので、いやナラティブのデッキ本当に強いんです、うん、ちょっと私が弱かったのでなので、はい、かっこいいデッキなので、うん、ぜひ皆さんもゲットして使ってみてください、うん、はい、そしてその他中石伝さん情報のおさらいをお願いします。はい、今回紹介したオペレーション S4 弾ですね、うん、11月29日に稼働になりますので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします、はい、ナラティブと X が、参戦しております、はいはい、そしてですねもう一つ、皆様に、紹介したい情報がございます、うん、はい、11月1日から、うん、実施をしておりますが、うん、精鋭招待選抜計画08こちらですね、開催、決定しておりまして、うんうん、11月1日からですね、全国の筐体でスコアアタックの予選が開催されております、はいはい、こちら、1月の6日まで、実施をしておりまして、うん、その後は、各エリアでですね、うん、まあ、エリア代表決定戦を経て、決勝大会ですね、こちらの方を実施予定となっておりますので、まずは皆様、お近くの筐体でスコアアタックの方に挑んでいただければと思います。はい、はい、その他詳しい情報についてはホームページでも掲載をしておりますので、はい、ホームページも随時チェックをお願いいたします。お願いします。さらにこの番組ではツイッターで番組のご意見ご感想を募集しています、はい、ハッシュタグトライエイジをつけて、まだトライエイジやったことない人も、うん、いっぱいやってるよっていう人も、うん、どんどんつぶやいちゃってください。本当はナラティブ強いってね、はい、強いんです、かっこいいんです、ね、はい、あゆみ頑張れ、お願いします。応援のね、応援してください、はい、いやね、でもボタン押し結構頑張ってるんですけどね。そうですね、結構ボタンはうまくやってますからね、はい、進化しております。はい、さらに次回の配信も決定しております。やったー、ありがとうございます。次回の配信は11月22日を予定しておりますので、うん、ぜひスケジュールに書いて待っていてください、はい、それではまたねー、またねー。